おはようございます。今日は鮭釣りに来てます。ある漁港に来てます。はい、今日はここでですね、鮭のルアー釣りやってみたいと思います。ちょっと人がいるのでこそこそ小声ですけれども、ちょっとやっていきたいと思いますね。はい、今日使うルアーですね、ついに買いましたよ、アルミン。ジモおじさんを信じてアルミン買いました。 15g タコベイト、これでやっていきたいと思います。で、北海道基本的に浮きルアーですけど、自分の場合はジモおじさんを信じて浮きなしでやります。なめんなよ。今時間は朝の5時半、朝マズメ狙ってみたいと思います。ちょっとかなり沈めてボトムを取って、その後デッドスローですね、これでやってみましょう。まあ、鮭釣りは本当に経験がないので、ちょっと右も左もわからない状態でやってるんですけど、もし鮭釣れたらお友達に差し入れしたいなと思ってる。ちょっと入院してた人がいるので退院祝いでプレゼントしたいなと思ってるんですけどね。ジムおじさんがね、アルミンだったら港の中の迷い酒バンバン釣れちゃうよって言ってたから、それを信じて、あとマルヒの匂い対策もしてやってみてるんですけど、デッドスローどれくらいのスローでね、どうしたらいいのか。鮭釣りはその棚を探るのがポイントらしいですね。まだここの港鮭いてくれるのかな。ちょっと今日姿見えないですからね。ちょっと鮭泳いでる姿見えないですね今日ね。このアルミン使ってタコベイトつけて、そこにニンニクピッピッとつけて、ショート動画に見たことまるっきり同じことをやってる。でアルミンはこれで釣れなければそこに鮭はいないとか書いてあるくらい細かいな。今日これで釣れたらもう本当にすごいね。いや、今日鮭の姿が見えない。ボイルしてるのもないからどうなんだろうな。やっぱり餌つけないとダメなんじゃないか甘い。どれくらいで引けばいいのかな。スピードがわからんな。お、もじってきた、もじってきた。お、表面にいるな。したらな、そろそろ棚1メーターぐらいで行こうか。なんか当たりっぽいのがあるぞ。沈めてないのに重くなってるぞ。何これは。来た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 。なんかつついてるつついてる。今のは間違いなく当たりじゃないか。今日乗らない。クンクンクンって今。当たってる。めっちゃ当たってる。めっちゃゴンゴン来るんだけど。食い込まない。なんで？ほらほらほら。何これ。鮭じゃないのかな。お、惜しい。何これ、すげえ当たってくる。あ、やべ。あ、ミスった。めっちゃめちゃ当たってくるんだけど、これめっちゃ当たってくるよ。ゴンゴンゴンって。ほら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 、すげえ引っ張ってくるけど。ん、何これ、当たりじゃないんか。いやいや、当たりだよねこれ。お、くる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 。お、乗る。あれ、なんで乗らない。こんな当たってんのに。嘘でしょ。俺なんで針掛かりしない。嘘みたいな、これ当たってくるけど。ほらほらほら、何これ、鮭じゃないの。お、いる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 。鮭いるわ。けどちっちゃいな。50センチぐらい。ほら当たってくる。これ鮭だよなやっぱり多分。
今日当たるけど乗らない。ほら、何この当たり。見える？これ見えるでしょ。お、くる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 。やっぱりくるくるくる。何これ。何これ。鮭かよ。めっちゃ当たってくるんだけど。めっちゃ当たってくるんだけど乗らないし。見てくださいよ、これイカに確実にかじられた跡があるんだけど。あ、フグか。あ、もしかしてフグかこれ。今日こんだけ当たって全然かからないっておかしいな。フグかなこれ。鮭はあんなイカをちぎらないね。やっぱり浮きルアーにするか。何時？6時半じゃ。あ、なんか浮きつけてる、浮きつけてる鮭がかわいそうに。仕掛け切れたか。あ、引っかかったな、引っかかった。あ、取れた。今一瞬引っかかったぞ、あの浮き。鮭付きの浮きが引っかかったのに。迷い酒釣れないよアルミン。ああ、なんか情けない。さっきまでガンガン来てたのがフグの猛攻だなんて、シャレになんないわ。お、泳いで泳いでる。ちっちゃいな。40、50センチしかないな、ここにいる先。魚、あ、こんにちは。魚見えるんですか？魚見えるんですか？魚見えないです。ええ。さっきから竿出てるじゃないですか。ええ。男性一人いて2匹釣ってます。あ、そうなんですか。私もさっき最初に見に行った時に、見に行った瞬間に浮きがヒョンって。ああ。その時から釣れます。あ、釣れてますね。また釣れてる。やっぱり浮きルアーじゃないとダメなのかな。浮きがヒュンって沈むって言ってたから。やっぱり浮きルアーじゃないと。最後の最後でドラマ起きるか。甘いですわ。釣れませんでした。はい、残念でした。はい、今日はですね、ちょっと日本海でさっき頑張ってたけどダメでしたね。このアルミン、ちょっと自問自答信じてアルミンとかディープカッパー4つも買ったんですけど、ちょっと全然ダメですね。まあけど一生懸命頑張ったのでね、釣れなくても諦めがつきます。はい、ということで今日はこの日本海から鮭釣り坊主でした。おそらくこの動画を出すか出さないか分かりませんけど、皆さんが見てるということは坊主でも動画にしたということでしょう。山場のない動画ですいませんでした。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。